シャルル・モーラスは、フランスの文芸評論家、作家、詩人、応答派右翼のアクションフランセーズで活動。マルティー・グー中流ブルジョア家庭に生まれ、14歳の時に難聴にかかり、同時に発生能力も低下したことで、海軍兵学校への入学を断念せざるを得なくなる。17歳で、パリに出て、文芸誌や政治史に寄稿を重ねる傍ら大学や図書館に通い、 オーギュストコントの実証主義に傾倒。ドレフィウス事件の当時は、応答派新聞の記者であったが、ユダヤ人であるドレフィウスを追放すべきと主張し紙上で、反ユダヤ主義の激しい論人を張る。1899年に、前年、アンリ・ボジョアとモーリス・ピュジョが結成した、アクション・フランセーズに加入。1905年には、機関紙としてのアクション・フランセーズを創刊し、 オルレアガサの復活や反ユダヤ主義、対独強行路線を宣布しながらも、プルードンやジョルジュ・ソレルといった直接行動主義的な政治、社会運動からも影響を受けた。第一次世界大戦が勃発すると、アクションフランセーズの会員を招集して、共和制の打倒を一時的に止めさせ対独戦争への協力を支持。戦意公用を訴えつつもドイツに、好意的と見なされる人種を攻撃し、 しばしば訴訟沙汰を起こした。また他の保守、右派と共に、クレマンソーの大統領当選に貢献している。第一次大戦の終結に際しては、フランスの犠牲と損害にふさわしい賠償、ドイツの解体を要求し、民族自決の原則の原則的適用や、無賠償、無併合には徹底的に反対した。また、ロシア革命後のソビエト連邦を脅威としながらも、 イタリアを同盟国として重要視し、ムッソリーニのファシスト政権を積極的に支持した。1934年2月6日の危機では、他の右翼諸団体と連携して、共和制が倒寸前まで行くものの失敗。人民戦線内閣で、アクションフランセーズは、地下活動を余儀なくされ1936年には、襲撃を受けて負傷している。 一方で1938年にはアカデミー・フランセイズの会員に列せられ、スペイン内戦にあたっては反共和国側のフランコを支持した。右翼活動家でありながら、ナチスに対しては反ユダヤ主義には一定の評価をしながらも、むしろフランスへの敵外心を煽り軍事力と経済力の回復を訴えているとみなして、早くから警戒していた。 ヒトラーの政権獲得後もラインナント心中には理解を示す一方で、長いナイフの夜や独ソ不可侵条約には強い調子で非難し、ヒトラーとの同盟関係からムシソリーニを引き離すよう訴えて、ミュンヘン協定をフランスを滅亡に導くと批判した。しかし、第二次世界大戦勃発でフランスはナチス占領下に置かれ、パリのアクションフランセーズ本部にもゲシュタポが乗り込んだ。 モーラスはパリを逃れてフランス中部のリヨンに今日移しフランスあるのみとフランス国家のひたすらな回復を求める考え方からフィリップ・ペタンのビシー政権に協力する。アクションフランセーズ紙もリヨンで観光が続けられ、ハンドイツ的な主張は引っ込められたもののユダヤ人、フリーメイソン、民主主義、共産主義への攻撃を止めなかった。また、 体独抵抗運動家をテロリストとして激しく非難した。1944年にフランスが連合国によって解放されるとドゴール政権はモーラスを体独協力者として告発、翌年にはアカデミーからも除名される。体独協力者裁判では終身禁固刑の判決が下り、この時ドレフィウスの復讐だと叫んだ。獄中でも執筆活動を続けたが、 健康を害して1952年に治療音社を土家病院にて死去した。フランスにおける反近代主義の代表的存在であり、その思想は古典主義的要素を含め反ロマン主義的であり、T.S. エリオットや t ヒューム・パウンドらに影響を与える。その系譜はアルチュールド・ゴビノーやモーリス・バレスを受け継ぐものであった。対独協力派のファシストとなり、 モーラスと他元を分かった作家のリュシアン・ルバテは、若い頃は、モーラスの訓導を受け、その強い影響を受けている。ジョルジュ・ソレルもモーラスの反民主主義的な姿勢に賛同しており、また、作家のジットとも論争したことがある。さらに、初期は、極意デオローグとして出発したモーリス・ブランショも、間接的に影響されている。王という無意味で不合理な存在をあえて据えることで、 民主主義の害を防げると考え、王政を支持した。ありがとうございます。